皆さんこんにちは、サックス奏者の鈴木優子です。今日はリードの替え時についてのお話をしていきます。木管楽器サックスにとってリードはいい音を作るための大切なパーツの一つです。これが息で振動して音になっているわけですけど、このリードの替え時って皆さん大体いつぐらいって思ってますか？今日のお話はあくまでも私のこう経験値に基づいたお話なんですけど、リードって葦っていう植物からできていて、自然のものを加工しているので、やっぱり使っていくと劣化していきます。まあ、消費期限があると言っても過言ではないかと思います。には使えるものではないんですね。実際私がどれぐらいの頻度で買い替えていたりとか変えているかっていうところについて、ちょっと今日はポイントをかいつまんでお話していきたいと思います。それではどうぞ。まずリードの替え時について大きく関わってくるのが練習量とか使用頻度だと思います。練習量、使用頻度が多ければ多いほど消耗していくので劣化も進むと思います。もともとのリードの硬さ、もともと腰が少ないものとか最初から柔らかいものとかはへたっていくのが早いかなっていうふうに思います。私が学生の時はなので1ヶ月に本当に多い時で2箱ぐらい買ってました。1日何時間も吹いてたので消耗もすごく早かったですね。今でこそ今はそうですね、何ヶ月に1回とかいう頻度で買い替えてます。私の場合は、特に本番の前に変えることが多いです。では実際に、そのリードのを使っていって消耗を感じる瞬間っていうのをちょっとお伝えしていきたいと思います。まずは音の響きがよくなくなっていきます。こう豊かな音色、綺麗な音、響きですね、より豊かな響き、サウンド感っていうのが作りづらくなってくるというふうに思います。やっぱりこう新鮮な開けたてのリードとか新鮮味が強いリードは響きも新鮮フレッシュなんですよね。なのでなんかいい音だなとか、すごくサウンド感も広がりがあるなっていうふうに開けたてとか思うんですけど、消耗するに従って音の広がりとか豊かなサウンド感っていうのが失われていくなっていう、作りづらくなるなっていう感じがします。はい、それから音程のコントロールがしづらくなっていきます。消耗していくと音程が全体的にちょっとフラットになっていきます。すごく吹き込んだ時とかに一番感じるんですけど、音程がググンと下がりすぎたりとか、全体的にこう下がっていく、フラットになっていきます。っていうのもさっきの話と同じで、こうリードの消耗で響きが作りづらくなるってことは、音の音色が損なわれていくので音程もこう音の含みが少なくなるので音程も作りづらい、取りづらくなってくるっていう感じだと思います。はい、それから、高音域、フラジオ、アルティッシュもですねが、出しづらくなります。あとは単純に当たりづらいとか、それもやっぱり最初と一緒で響きが損なわれていくので、そういったこう倍音をコントロールするっていうのがしにくくなりますので、フラジオ、高音域もちょっとこう細くなっていったりとか、豊かな高い音が綺麗に出なくなってくるので、運指よりさらに上のアルティッシモが出しづらくなります。なんならもう出ない時とか私あります。なのでこうフラジオとかがたくさん出てくるような曲をどこかで演奏するときは本番前に新しいリードを備えて挑みます。あまり下手ったリードだとちょっと失敗する可能性が、リスクが上がっちゃうので、新しいリードでフラジオを当てやすく狙いやすいリードを準備します。それから
タンギングもいつもと同じ要領でタンギングしてても結構こうペチペチ言いやすくなったりとか、タンギングした時にタンギングの音を拾いやすくなったりした時っていうのもリードがかなり消耗している証拠になってきます。まあ、ちょっとタンギングの音を拾いやすい、ペチペチしやすいのはリードの消耗だけでなくて、もしかしたらマウスピースの消耗も関係があるかもしれないんですけれども、タンギングのしにくさ、タンギングの雑味が増えてきたら消耗していると感じてもいいかなと思います。はい、大きく分けて今お伝えしたあたりがリードの替え時、消耗を感じる瞬間ですね。学生さんとか初心者の方とかはやっぱりリードの扱い不慣れだったりするので、リードが欠けちゃったりとかねしてる方はよく見るんですけど、リードの先端が欠けちゃったりするっていうのももう替え時だと思ってもらって大丈夫です。リードがやっぱり欠けちゃうと、その分リードの持ってるポテンシャルが発揮しづらくなってくるので、いい音が出しづらくなります。あとリードの先端が欠けてると単純にちょっと危ないですね。まあちょっとこう唇に少し触れてしまった時とかに唇がちょっと切れてしまったりとか、タンギングした時にちょっと舌がザラザラっとして舌もねちょっと負傷してしまう可能性がないこともないので、リードの先端はできるだけもう欠けたりとかしたらあまり使えないものと思ってもらった方がいいかなと思いますね。まあその前にリードの先端が欠けないように扱いましょう。はい、なので私の感覚としては、まあ何ヶ月か使ったらもう吹きづらくなってきたりとかするので捨てますし、衛生面的な面で考えてもそんなにこう長期間使うっていう感じじゃないかなと思うので、まあ1枚4、500円とかになりますけど、使いづらくなってきたらもう潔くありがとうさようならって感じで捨ててもらっていいかなと思います。さっきちらっとお話ししたように、私は新しいリードを開けるタイミングっていうのはだいたい本番の2週間前ぐらいとか1ヶ月前とかそのぐらいに、できるだけフレッシュな状態のリードで本番に挑みたいし、あまりにもフレッシュすぎてもちょっとこうリードってこう慣れていくと変わっていったりとかするものなので、まあ、よくリードを育てるとか言うんですけど、まあ、そういう期間も含めて、ちょっと慣らす期間も含めて2週間から1ヶ月前ぐらいに新しいものを開けてそれを本番に使うみたいなのが最近の習慣みたいな感じになってます。そのあたりについてはね、いろんな意見だったりその人のペースがあるんじゃないかと思います。以前にもリードの育て方について動画を出しているので、よかったらそちらも見てみてください。一番おすすめはこうちょっとこう慣らしておいた状態、吹きやすくなった状態のリードが何枚かあって、まだ開けたてのリード、慣らし中のリードも何枚かあって、で並行してローテーションしながら使うっていうのが一番いいと思います。ちょっと話脱線しますけど、結構天気によってもリードの吹き心地変わってくるんですよね。湿度に影響を受けるので、まあ、雨の日とかだと湿気が多いので湿気を含むとこうちょっと吹き心地がやっぱり重たくなってきたりとか、逆にカラッと晴れた日とかだと吹き心地が雨の日に比べると軽くなったりとかします。なので雨の日じゃなくて晴れの日にリードを開けるって決めてる人がいるとかね、そういう話もありますね。私はそんなにこだわってはないので、雨の日でも晴れの日でも関係なくリードは開封してしまいますけど、まあ、ちょっとそういう湿気にも若干左右される面はあります。なのでその時々によって使えるリードっていうのを何枚かキープしておいて、で替え時が来たら替えて、でも吹けるリード待ってっていう状態がベストですね。私は使ってないんですけど、樹脂リードも最近はね本当にいいもの、品質がすごく上がっていて、まあ、本当に足のリードと同じようなサウンド感が得られるものもたくさんあります。足の自然のねリードだとやっぱり少しこう慣らしたりとか育てたりとかっていう時間がかかってくるので、まあ、趣味で、まあ、週に1回しか吹かないとか毎日のようには吹かないっ
ていう方には結構樹脂リードがおすすめで、私もおすすめすることはあるんですけど、樹脂リードだからって言って消費期限がないわけではなくて、樹脂リードもやっぱり吹いていくと劣化していきます。まあ、替え時は同じようにさっき言ったポイントですね。なんかちょっと吹きづらくなってくるとか、いい音が出しづらいとか、あと同じようにタンギングがバチバチ言い出したりとか、タンギングの雑味が増えるとかっていうのが替え時ポイントだと思います。プロの人でも最近樹脂リードを愛用されてる方って結構いて、樹脂リードですね、プロの方だったら多分6、7枚とかストックしておいて、それをローテして使うっていう感じだと思うんですけど、樹脂リードって、普通のあの箱のね、この10枚のリード、これが10枚が1枚分が樹脂リードの値段みたいな感じなんですよね。なのでちょっとまあコスパ的にはお高いのかなっていう感じはするんですよ。だけど使用頻度が少なくて、こう育てたり鳴らすのがもうめんどくさいっていう方は、まあそうですね、趣味の方とかに3枚ぐらい樹脂リードをストックしておいてローテーションしながら使うっていうのが一番こうストレスなくパッと取ってパッと吹けるっていうのが樹脂リードのいいところかなと思います。単純にストレスから解放されるっていうところはいいかもですね。あとバラつきが少ない、足のリードに比べると樹脂リードの方がやっぱり安定してますね。ただ、初心者の方はさっきもちょっと言ったように先端折れたりとか、先端欠けたりとか、なんか気づいたら服にこう当たって欠けちゃってたとか、そういうことあるので、あまりにも初心者の方とか慣れてない方には私は樹脂リードは勧めないです。だってね、そんな安くないですから。足のリードだったらまあ1枚4、500円だから、多少かけてちょっとこうごめんねポイってやってもいいかなと思うんですけど、1枚4、5000円ぐらいの樹脂リードかけちゃったらもう取り戻せないですからね。はい、なのでまあちょっと手慣れてる方というか、少しもう扱いに慣れた方には樹脂リードっていう選択肢もおすすめしたりはしています。はい、こんな感じで私のリードの替え時についてのお話でした。ちょっと最近リードそろそろ新しいの欲しいな、なんかいい音しなくなってきたなって思ってるところだったので、ちょうどこういう話をしてみました。ちょっと今日、まあ、これ今お教室で撮影してるんですけど、合間か家帰ったらリードをこうポチッとスマホで、最近もう何でもスマホで買っちゃいますね、ポチッと注文しちゃおうかなと思っています。ぜひ参考にしてみてください。ではありがとうございました。